ビアです。坂田です。バカ TV です。どうバカラジオ企画と屋根月です。はい、今回のバカラジオに来てもらいました。はい、今回の企画は早稲飯1万5000円分食べきるまで帰れませんをやりたいと思います。マジで早稲飯を1万5000円。8月に、はい、1万人突破したじゃないですか、僕らのチャンネルが。いつの間にか1万5000人になってしまったので、1万5000円企画を何かやりたいなと思って、早稲飯だろうと。わかって TV。 いや俺3品に行きたいのよ。いやもう早く、じゃあ早稲飯と3品行かないとダメでしょ。あの今ちょっと早稲飯1万5000円、なんか美味しい早稲飯とか知らないですか？お3品どうでした？美味しかった。美味しかった。3品行こう。3品行こう。新鮮な感じ。3品はですね、牛飯が有名なお店でして、めちゃめちゃうまいです、ここは。もうじゃあこれ1万5千円で3品を食べたいと思います。じゃがたミックス4つで。え、はい、やります。地ビールありますよ。地ビール500円ですよ。おお、酔うのはいいけど、この後もちゃんと仕事してよ。乾杯。乾杯。うまそう。マジごくごくいくね君たち。ちなみにあの今回頼んだ赤玉ミックスっていうのはカツカレーに牛丼が乗ってるんです。なんでそんなの思いついたんですか、お父さん。学生さんがご飯の上にとんかつ乗っけて、それに牛かけてくんないかっていう、ちょっと半分タレかけてくんないかっていう要望もあって、はいはい、ついに赤玉ミックスっていう最強メニューができた。マスダ生バカだろ本当に。混ぜればうまいやろ。そうそう。うわー、うわー、やばい。うわー、美味しそう。うわーマジうまい。いや、うまいでしょ。カレーと肉とカツ、うん、めっちゃ合う。ね、いいですね。はい、オッケーっす。合う。合うんすよね。カクカクでふわふわで、うん、熱々。どう、酔っ払い。酒が進むね。うん、もうね、ご飯が飲み物。うん、で、このカツでしょ、もう。待って、なんか聞こえない人1名いるんだけど。じゃあラストいただきます。完食です。早い。うまい。もう一杯。いや、バカだね。いや最後の一口。桜吹雪のさらいの空へ。うわ、いった。お完食しました。ちょっともうスタッフに食べてもらおうね。いいんすかそれ。いや、めっちゃうまいっす。はい、いやですけど、ちょっとやだ。いらないって。はい、大丈夫。いらないって。おっ、うわー、ありがとうございます。6150円。おー、まあ、一旦デザート挟みます。そうっすね、いいや。どっか、とも…マジっすか。残金が7450円です。ちょ、よく噛んで、胃が悪くなるよ。お、完食。タピオカごちそうさまでした。遅かったし、もう一杯じゃない。なんで？まあ、時間だね、いいかも。見てます。あ、どっち？山根さん。あ、本当に。なんかたい焼きあるっすよ。お、たい焼き。文庫の女の子がよく買ってます。おお、確かに。あ、うまっ。めっちゃうまい。おいしい。アイスもなんか食べません、なんかちょっと。やったあとで6250円です。おい、寝起き。助っ人のエリカさん登場です。はい、おー、イエーイ。いい匂い。匂いがいい。バカだれお前。食いたい忘れちゃう。学会以外出てこないんだけど、食べたら多分死ぬでしょ。そうだね。え、正直僕ラーメンいっぱいいけますよ。あんだけもう無理っす無理っすって言ってたのに、なんか女の子来たら、女の子来たら急に行けますよみたいな。なんなの。メンチンとかどう。おお、全然これ進まない。全然進まない。茶色白黒でこのメンチ選べて、で僕は黒を選びました。ちょっと分かりづらいんですけど、これ混ぜると黒色になるんです。うん、味噌がすごい。塩がすごい。うまい。醤油が効いてる。いや、でもきついですね。白のなんだっけ、限定丼。限定丼。あ、かわいい。あ、めちゃかわいい。めちゃくちゃかわいい。ちょっと…肉めっちゃジューシー。マジ、いらないジューシーじゃない。
ちょっと今エリカがあと1分で食べなきゃいけないらしいんですよ。でもちょっと無理だなって言ってるらしいです。俺が食べるしかないの。おお、え、箸もそのままでいいよ。いやいやいや、食べます。照れてんじゃねえ。うわ、味わってる、味わうな、女性の味が。疲れるのかなこれ。じゃあ、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。また個人的にラストスパートいっちゃいます。もうすげえ。おお、塩でも完食しました。メンジいただきます。美味しいティーね。あ、3時ぐらいまで大丈夫です。あ、本当に完食しました。おぉ、よかった。美味しいティー。ワセ飯の王者ですから、ここを生かしてワセ飯を語れないということで。いや、でワセ飯前食ったよ俺ら。そしたらこいつなんて言ったか知ってる。350円の味っすもん。これ三教科分の味しかしないです。三教科分の味しかしないです。三教科の味、1年前ですからね。三教科の味は両から2つとお茶とかですか。はい、アンタピーチ。ラスト使い切ったぜこれ。1万5000円。よいしょ、寝たいですねこのまま。もバカー、噛めない噛めない。どうやろ早稲田の味。あ、裏口入学の味。やめろやめろ、裏口じゃねえよ。先生にお前は無理だ無理だって言われて、でも1年間本気で頑張って受かった一般の味がします。うん、滑り止めの味。バカやろ。やめなさい。逆転合格の味ですこれは。おお、東大京大宮廷おじの味がする。おやめろ。仲間を呼ぶぞ。マセ弁食いませんか。いやマセ弁、マセ弁はいかがですか。持ち帰って食うか。そうしましょうか。持ち帰ろう。でもここで別に食わなくても弁当やし家で食えるしな。そうですね、もともと弁当で座って家で食うことじゃない。家でしっかり食う。早稲田飯、早稲田飯で1万5000円食べきる企画ほぼ達成ということで、はい、早稲田飯うまかった。美味しかったです、美味しかったです。量がえげつなかった、うん、しかも味が濃い。3万円分ぐらい食った気がする。そうですね、めちゃめちゃ食いましたね。今日はこの辺で、ね、バーイ。